東京サントリーサンゴリアス対クォータースピアーズ船橋東京ベイ。斉藤手さばきでさあここは内側か、蹴ったボールバウンドして斉藤持ってる、手合いパシオネ自分で持ち込んで抑えるか。ああ絶妙なキック、左バックですね。アドバンテージもらっていますサンゴリアス。ここ真っ向勝負、斉藤今レフリーがコメンティーコールもありました。小林斉藤あとおお外ナイス、さあトライを争いに向けて今の段階でスイタマとはワントライ差に迫りました。尾崎誠也のトライです。スピードがありましたね、プレー時間確保できていませんので、ここでねその存在感見せていきたいですよ ね、 そうですね。今季4試合目となる11番川さん、さあここ尾崎がダイナミックな走り、さあ尾崎兄弟でリードを広げてきました。今そのもらう方の角度とそのパスダミーですね、そしてあくまでクールな新人賞候補の一人高本美希也決めてきました。さあリードを広げるサンゴリアスです。12対0となります。壁草うわまだ乗っていくスピアーズのハルク右サイド、うわーと押し返したか。もう一つまだアドバンテージ出ました。ああ入った、ああ落ちたか、トライです。手が上がりました、押さえたのは末永か。さあ取ってきましたスピアーズ、今季は37分の31、 81% の成功率。さあここはきっちり決めて7点となります。ここから追い上げ開始が王者スピアーズです。ドッジボール、さあ黒いジャージスピアーズボールです目まぐるしく攻守入れ替わります。いいところ確かに前に動いてるように、はい、残念でしたさ体反転させたまティー大雨斉藤、うん、あーうまい、さあまた大崎から前誰もいない、さあサンゴリアスまたリードを広げるスワンダイブのトライ17点。斉藤選手からのその密集近くのフェイスプレー、これはかなり準備したと思いますよ。はい、まあ、大学時代一度フッカーチャレンジしたんですが、当時の田中清則明治大学監督にやっぱり戻った方がいいんじゃないのアドバイスでまた戻って、社会人で再びフッカー挑戦キープしています。その福田がボール持ってます。両者の密度が高いですね。密度が高いですね。後ろからも煽るようにします。藤原行く、勝負、そして福田届かない、あと30センチ。今藤原選手よくこれオーバー入りましたね。キープしてますね。確かテナニア入った入った、そのままいった。ダメフサです。ダメフサ刑事のなんと今季これ5試合目で3トライ目見せますよね。マロッシュ福田のスローキープ、ここはボールを組んだ、あ、知ってますか、あえてか、後ろ、もう一つ後ろ、バレするか、バウンドする、間に合うか、ディフェンス外した、レース、山崎、奪った、ユーラス・サンチェス、なんというゲームでしょうか、繰り返す。高本陣を打っていった、しかしブルグリングのタックルもろに食らいました。山本海今度はボールキャリアとしてドライブ走り込んでくる、フラットランスなんとハットトリック、尾崎兄弟弟タイガ、ね、同時に走り込んでくる人数オプションの多さですね。あ素晴らしい、キャプテンショートサイドでつい
ノックオン、いいタックル、今ネジカのタックルですね。さあそして後ろ空いてるかスペース、いや1人ずつ離していきます。つながった山崎、山崎左にも島田がついてる、でもそのままいった、素晴らしい、頭が上下しない、足をすぐようにスーッとトライ。ここは壁を作って自分で蹴るようです。藤原、落ちたボールを立川キャプテン散らす、シカリング、うわキックが、なるほど、誰もいない、ワンバウンドしそう、ツーバウンド、スリーバウンド、タッチ、50-22、ないか、50-22ですかね、ですね。藤原開始クォーター、そしてオペティヘル127キロスピンかけた、もう一つピックゴーディーク、JD シカリング離さない、ギリギリ離す、このタックル、クライナーがつなぐ、素晴らしいタックル、食らっているのに取り切った、つないでつないで、最後、山崎宏之連続トライ。どっちもすごいですよ。オペティヘルまっすぐ、うわー、まだ引くまだ引く、しかもつながる、ジェディ・シカリング、これがスピアーズ最後のゲームになります。ここまで運んできたアドバンテージも出ました。なるほど、出会う場所をね、自分で行くぞ、うわー、ジャンプしたところ空中に結果タックル、さあ取ってきました、スピアーズ船橋東京ベイがここでリード、31-26、67分に間もなくなります。そのスピアーズの洗礼を受けている黄色いジャージ、サンゴリアス、ここも力強い重たいモール、動いた、あと5メートル、エロスロスが最後尾、あとは抑えるだけ、取ってきたスピアーズ船橋東京ベイ、まさにフィニッシュストロング、立ち上がるオレンジアーミー、その結果のスポーツなので、もしもそのプレーがなければほぼ間違いなく取られるので、黄色23にイエローカードで、ここでサンゴリアスのエミ選手がノーボールタックルでイエローカード、その瞬間にパワーのタスクレフリーがペナルティートライを認めました、まあ、山崎自分で抑えるトライではありませんでしたが、素晴らしい最後トライを取り切って、その王者のプライドを見せ、今シーズン幕を下ろすことになりました。スピアーズ船橋東京ベイ、45-26でプレーオフに進むサントリーにエールを送る形になりました。まあ、実質ハットトリック。いや本当にその通りですね。見事なランニングですね。こう安定感のある走り、やっぱりでこれでもちろん決定力もありますし、あれだけ外側で時間作れれば次の展開も優位に進みますからね、うん、これまた欠かせない存在として、どれだけ素晴らしい選手がいるんだと思いますね。お父さんが走るコースとかその滑らかさが絶妙ですね。本当に切れ味だけでなく、そのスムーズなこうコーナリング性能を持っているみたいなね、うん、